皆さんこんばんは、ウミッケです。世間は間もなくクリスマス。皆さんはクリスマスに何をする予定ですか？私はクリスマスに関係なく仕事です。そんな寂しいクリスマスですが、今年はちょっと早いクリスマスプレゼントを手に入れたのでご紹介しようと思います。それがこちら。なんと100均のセリア、キャンブーで虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のグッズが発売されたのです。今回はそのうち、キーホルダーとアクリルスタンドを手に入れたので、開封していこうと思います。今回のグッズはゆうちゃんも含めた13人の中からランダム。できれば推しのゆうちゃん、かすみん、せつな、あゆむ、しずくあたりを手に入れたいです。うわぁ、融雪だ、やったぜ。ではまず、アクリルスタンドから開封。全部で5枚。まず1枚目はミアが出ました。2枚目はカナタちゃん。3枚目はリナちゃん。4枚目はセツナちゃん。そして最後の5枚目はエママ。というわけで5枚買った結果はこんな感じでした。カムリがなくてよかったです。各メンバーのディフォルメイラストが可愛いですね。では早速組み立ててみましょう。裏面はこのようなフィルムで保護されています。アクスタなので台座に差し込むだけで完成。出来はそれなりに良いですが、傷が目立つのが残念。100円だから仕方ないかな。5人のアクスタを並べてみました。小さいので多く並べるのには最適です。次はキーホルダーも開封していきます。なんと出たのはゆうちゃん、幸先の良いスタートです。二つ目はミア。ボールチェーンが緑色で今かと思いました。三つ目は今度こそエマ。そして最後はランジュ。結果はこんな感じでした。一年生が出なかったのでわかりませんが、ボールチェーンの色は学年の色に対応しているみたいです。下のエマと同様、ゆうちゃんには傷がついているのが残念です。まあ仕方ないですね。ということで今回買った9点はこんな感じでした。こういうアクリル系のグッズは高いことが多いので、100円足す税で買えるのはかなりお得に感じます。せっかくなので値段の証拠としてレシートをお見せしましょう。本当に100円です。なお、店舗によっては入荷してなかったりもするので、これから探す方は根気よく探した方がいいかもしれません。私も何店舗か探しました。というわけで、今回の動画は以上となります。皆さんも探してみては？ご視聴ありがとうございました。